プレミアム G1 第37回レディースチャンピオン予選折り返しとなっている3日目も後半カードに入ります。7レースです。対戦メンバー1号艇松尾かなみ、2号艇鎌倉涼、3号艇清水亜美、4号艇若狭奈美子、5号艇大滝明日香、6号艇中村桃香です。インコースは1号艇松尾かなみが向かっています。ここまで2着1着、明日の予選ラストにしっかりつなげたい今日2走です。2コースは2号艇鎌倉涼が向かっています。鎌倉オール3連隊と好調キープです。センター3コースは3号艇清水亜美は本節 G1 デビュー節となっています。4コースは4号艇若狭奈美子、今日は最終レースの2走。5コースは5号艇大滝明日香、昨日は逃げて1着、このレースはギアケース交換です。ダイアウト6コースは6号艇中村桃香が向かうところです。カドイチは4コース4号艇若狭がどうやら取って3対3と2つに分かれそうです。絶好枠1号艇松尾人気の中心です。3連単では1、2、4だけが唯一10倍切って1番人気になっています。今日は比較的緩やかなフォーム、追い風になっています。現在も2メーター前後ぐらいでしょうか。7レース予選競争スタートまではまもなく残りは10秒です。1番、2番、3番ダッシュは4番、5番、6番です。スタートしました。6コース6号艇中村桃香がトップタイミング。しかし1番手1号艇松尾が先制ターン。4号艇若狭まくっていった抵抗松尾、そして切り込んだのは2号艇鎌倉、間6号艇中村、まくりを跳ねのけました。逃げた1号艇松尾からみが先頭。2番手内側から2号艇鎌倉、外4号艇若狭、現在4号艇若狭わずか前も、内側から2号艇鎌倉が接近。スタートは正常です。2マーク1号艇松尾クリア。2番手2号艇鎌倉回しから差し返した。4号艇若狭が2番手、3番手から2号艇鎌倉、あるいは6号艇中村も接近です。1マーク1号艇松尾花見が先頭。2番手は4号艇若狭が優勢に回るか。3番手6号艇中村をつけて2番手まで迫る。差し返す4号艇若狭、握ったのは2号艇鎌倉。2番手の4号艇若狭まだ優勢、外から一定時半差、6号艇中村、2号艇鎌倉が進みます。成田マークは1号艇松岡奈美、4号艇若狭奈美子の順。3番手6号艇中村が先丸、つけまいくのは2号艇鎌倉。フルショット流れました。3番手6号艇中村がしのいで、現在上位は146、2、3番手一定時半から2停止差、最終周回です。1周1マークだ。角から若狭飛びかけてきたんですが、それをしっかり跳ねのけました。逃げた1号艇松尾先頭、2番手4号艇若狭、3番手2号艇鎌倉先まって、おっと6号艇中村が落水か。3番手2号艇鎌倉、4番手が5号艇大滝、現在上位は1番4番2番です。ラストターンマークは1号艇松尾が先頭でクリア。2番手は4号艇若狭、3番手2号艇鎌倉、1、4、2でまもなくゴール。なお6番中村は死角になっています。先頭1番松尾ゴールイン、4番若狭ゴールイン、2番鎌倉が3番手でゴールイン、5番大滝4番手、そして今ラストで3番清水ゴールイン。なお